取り組んでる事業として、一つ福岡市の南区高宮というところで、野菜を、主に取り扱った、小売事業というのを、やっております。で、農家直野菜トキヤっていう形で、やっぱり地場の新鮮な野菜と、あとまあ九州一円の、産直商材っていうコンセプトでですね、品揃えをしながら、やってます。で、まあ、地場の商材は、まあ、うきはとか、朝倉だとか、そういった地域が、福岡にあるんですけれども、そういったところに朝取りに行って、まあ、それを午前中に、戻ってきてお店に並べてと。で、それ以外はやっぱり九州一円、我々いろんなネットワークがありますので、店舗に宅急便とかで送ってもらって、品揃えしていると。そういった店をやっております。今、直売所っていうのは各地で、まあ、非常に賑わってはいるんですけれども、やっぱり郊外ですし、日常的に買い物するにはやっぱりちょっと、直売所っていうのは違うのかなと。だけども、まあ、郊外に、買い物しに行くというよりも、まあ、直売所みたいなものが都市部に寄ってきたら、まあ、僕はそれはそれで一つのビジネスチャンスとして面白いのかなと思って、で、それで、まあ、直売所が、都会に寄ってきましたっていうコンセプトで、お店を立ち上げて。で、まあ、いざ始めてみて、オープンの日はやっぱりそれなりにお客さんが集まっていっぱい並んでいただいてよかったんですけれども、まあ、その後はそんなに順風満帆というわけでもなくですね、やっぱりいろんなオペレーション上の課題があったりだとか、まあ、売り上げがやっぱり路面店なんでですね、どうしても寒い日とか、雨の日だとか、あるいは周りでスーパーが特売してる日だとか、まあ、いろんな要因でですね、売り上げがやっぱり、伸びなかったりとか、あったんですけれども、まあ、いろんな工夫をしながら、まあ、大体、半年、まあ、たたんうちに、まあ、黒字化、お店としては黒字化できたんでですね、やっぱりそういう意味では、まだまだ、きちんとやり方さえ考えてやれば、八百屋っていうのを一つのニュービジネスとしては面白いのかなと思ってますけれども。対面販売だとか、商品一つ一つに細かくポップを書いたりっていうところで、まあ、きちんと説明して、売るっていうことができているっていうのは、やっぱ基本的にスーパーさんとは違うところかなと。で、八百屋さんも確かに対面販売するんですけれども、我々みたいに九州一円で、そういう生産者のネットワークを持ってて、そういったものを日々こう仕入れて、っていうことはやっぱなかなか通常の八百屋さんではできないと思いますんで、あそこがやっぱり八百屋さんとの差別化にはなってるかなというふうに思います。今で九州一円で、まあ、100軒超ぐらいの生産者からまあ直接仕入れをして、で、それをまあ大体今で40から50ぐらいですかね、そういった取引先に対してものを販売していくと。で、まあ基本的には販売先、取引先から注文いただいたものを、まあ、産地の方に発注して、それを産地からまあ取引先のセンターだとか店舗だとか、あるいは直接消費者だとか、そういったところにまあお届けして、で、間で我々がマージンをいただいてと。まあ、そういう事業が、まあ、弊社の卸売事業ですね。で、まあ、我々は、まあ、その卸売事業を通じて、で、まあ、どういった流通をしたいかっていうと、まあ、いわゆる、まあ、大規模流通っていうのは、まあ、誰もが見てわかるようにですね、まあ、ちょっと限界に来てるのかなと。まあ、大量生産、大量消費で、まあ、安価に供給してっていう部分はですね、やっぱり今のやっぱり日本の時代環境にはそぐわないんだろうなと。で、一方でその地産地消っていうのはやっぱりちょっと流行ってますよね。地域で作ったものを、まあ、地域で消費していくっていう地産地消っていうのが結構あると思うんですけれども、やっぱりそれだけではなかなか農業の活性化っていうのはならないんだろうなと。で、我々がやりたいのはその、まあ、その中間ぐらいの流通、まあ、中規模流通って言ったり、まあ、ミドルマーケットって言ったり、まあ、いろんな言い方があるんですけれども、で、地産地消っていう言い方もして、ただし地産地消の地の部分が、まあ、地域で作って、九州で作って、地消っていうのは、まあ、知識の地ですよね。要は価値が分かる人に、供給すると。九州で作って価値が分かる人たちに供給していくと。じゃあそういった先は何かっていうと、やっぱり、
ちょっとこだわりを持ったスーパーさんで産直の商材を扱いたいだとか、百貨店さんだとかで顔が見える生産者のものを扱いたいだとか、あと通販とかカタログとかですね、今どん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 その生鮮品の取り扱いっていうのは増えてきてますけれども、そういったところでの取り扱いだとか、あとまあ生協さんとか宅配の会社さんだとか、そういったところもやっぱり基本は顔が見える生産者っていうのがありますので、そういった、まあ、取引先をこう、まあ、に絞って、そういったところをターゲットにして今取引先を増やしていってると、まあ、そういった流通ですね、我々が志向しているのは。まあ、我々は基本的に全ての農家さんととにかくお付き合いしていきたいっていうわけじゃなくてですね、大体4パターンに集約されてます。で、まあ、まず一つ目はやっぱり農業法人さんだとか、まあ、出荷グループみたいなところで、やっぱり昔からそういう自分たちで販売してと、自分たちのルートを作ってと、でやっぱそのためにはきちんと法人化組織化してという形でやってきているような人たちですよね。でそういった人たちのとのお付き合いが一つありますと。で二つ目としてはやっぱり農業の後継者っていうんですかね、で、まあ、30前後の人たちでの農家さんとの付き合いっていうのは我々結構多いんですけれども、まあ、技術的なことはその父ちゃん母ちゃんに学ばないといけない部分っていうのはまだまだあるんですけれども、ただ販売の部分だとかですね、そういったのは自分たちでやってみたいだとか、やっぱこのままじゃいかんのじゃないのかとか思っている人たちって結構いっぱいいますので、まあ、そういった人たちと一緒になりながらやっていくと。で、まあ、三つ目としてはその今結構異業種からの参入組ということで、建設会社さんだとか人材派遣会社さんだとか、まあ、そういった企業さんがですね、まあ、農業に参入してと。だけどやっぱりいろんな、まあ、環境だとか行政とか後押しはするんですけれども、やっぱいざやってみた後に、じゃあどう販売していったらいいのかだとか、成り立たせていくっていうので結構課題抱えてるところって多いからですね、そういったような人たちと、お付き合いして、まあ、販売のお手伝いをすると。で、まあ、4つ目はその、いわゆる別に法人でもなくいし、かといって若手っていうことでなくてもですね、まあ、特農家さんって言って、まあ、自分でこだわりのものを作って、で直接消費者に販売したりだとか、自分で直接取引先を開拓していったりっていうような人たちっていうのは、まあ、おりますので、まあ、そういった人たちとの付き合いですかね。で大体はまあ我々のお付き合いしているのはその4パターンの生産者で、10年後、20年後考えた場合にですね、やっぱり担い手となっていくのはやっぱそういう生産者の方々かなと思いますので、そういう人たちをと、まあ、中心になりながらですね、やっているという状況ですね。もともとはコンサルティングの会社っていう形でスタートしてるんで、やっぱり月3、4回、年間にしたらやっぱり、まあ、30回とか40回ぐらいいろんなところで講演したりセミナーしたり、まあ、委員会で委員として呼ばれたりだとかしてますん で、そういった時にやっぱりいろんな農家さんと出会ったりだとか、っていう機会にまあ非常に恵まれてると。であとまあそういう、まあ何らかの委員会だとかアドバイザーとか出てるとやっぱそういう経由で農家さんのところ行ったりできるとですね、また話もしやすいっていうのがありますんで、まあ、そういったのが、まあ、我々が農家さんとのネットワークを、まあ、急速に早く広げれてる一つの理由かなと。で、まあ、もう一つは、その農家さん同士の紹介っていうんですかね。もう100件超えてますし、我々が取引してる農家さんっていうのは。で、プラス、その、取引してないけど知ってるっていう農家さん数えて、やっぱその2倍、3倍っているわけですから、やっぱりこの時期にこの地域でこういう作物がっていう話をまあ何人か相談すればですね、誰かじゃあ紹介するよっていう話になるんでですね、まあ、そこはきちんと不義理さえせずに農家さんときちんと付き合っていけばですね、まあ、今後もまあそういう農家さんたちの紹介という形で我々その農家さんのネットを広げることができるんで、これがまあその一つの強みである農家さんのネットワークをこうきちんと広げて拡大していくということにつながってると思うんですよね。まあ同じトマトにしてもですね、やっぱりこれ安定供給
できるのが強みのトマトなんですよっていうことなのか、あるいはそのいわゆるちょっとトマトのちょっとほんとちっちゃくて規格外品なんだけどどっか売れるんだろうかとか、ちょっと大きくなりすぎてとか、まあ、そういう規格外品として販売していくようなトマトなのか、あるいはその新商品、こんな珍しい新しい品種のトマトなんですだとか、まあそういったことで売っていきたいトマトなのか、で化粧箱もここまで作って、もうこれは別にスーパーにこう出すとかじゃなくて、贈答用だとかギフト用で売っていきたいっていうトマトなのかとかで、やっぱ同じトマトでもこういろんなやっぱり商品としての特性、流通上の特性っていうのがありますんで、まあそこをきちんと体系化して、こういう商品だったらこういう販売先につないで、まあ、そのために必要な提案資料だとか情報っていうのはこういう形で揃えて、っていうのをまあ一応全部体系化してるからですね。でやっぱり農産物の流通ってまあ基本的にセンスのある人、営業センスのある人が農家さんの方をバーッと喋って、で、販売先営業先にもこう売り込んでと、で結構俗人的な要素っていうのは高かったんですけども、やっぱりもうきちんと産地の流通っていうのを根付かせるんであれば、やっぱある程度体系化して、で一定、レベル以上の人であればやっぱりそういう流通をきちんとできるような仕組みっていうのをやっぱり会社として持ちたいなっていうのがあるんで、まあそこが我々の一つの、それが今のところきちんとできて回ってるというのが一つの特徴かなと思いますけれども。具体的にやってることとして、まあテーマとしては大きく2つ、ありまして、で一つはそのまあ、いわゆる開発系の仕事っていうんですかね、商品開発だとか、あるいはその生産者を取りまとめて安定的な供給体制を作っていくだとか、まあそういった、まあいわゆる開発、まあ開発マーケティングっていう専門的な言い方しますけれども、そういった仕事を、まあ、例えば農業法人さんだとか、まあ産地にある青果市場さんだとか、あるいは今ではその自治体から要請を受けたりだとか、商工会議所がまあ、農商工連携とか、地域資源活用ということでそういう取り組みをしたりだとか、まあそういった形で、お仕事を、いただきながら、まあ、進めていってるというのが一つなんですよね。でコンサルティングのテーマとして、でもう二つ目のテーマとして、まあそのあるのがそのまあ今農業分野に参入だとかですね、農業ビジネスをやっていきたいと、農業っていうマーケットに対して自分たちが持っているものを売り込んでいきたいとか、そういった話っていうのは今非常に多くあるからですね。農業分野って結構情報が少ないですし、どこから取っかかっていいのかわからないっていうのはありますので、じゃあそういった時に事業計画を作るお手伝いをしたりだとか、まあ営業企画を作るお手伝いしたりだとか、まあ、企画だとか計画作ったら、あとはまあ実行するにあたって、はい、まあ、一緒になってフォローが必要であればですね、まあ、そのフォローまでずっと、お付き合いしたりだとか、まあ、そういった形で、お仕事させていただいていると。で今言ったその、まあ、いろんな商品開発とか含めた開発マーケティングっていう部分と、農業分野への参入ですよね、まあ、この2つが大きなテーマで、まあ、農業コンサルタントとして事業を展開させていただいているというところですね。欧米とかでは結構農業コンサルタントっていう人たちがいろいろ活動しててですね、それなりにフィーを得てっていうのがあるんですけれども、やっぱ日本の場合はやっぱりなんか情報を得るって言ったら、まあ農協さんもあるし、で販売地は青果市場があったりだとか、でいわゆるまあ公的な機関として農業試験場とか改良普及センターだとかいろんなところがありますんで、アドバイスだとかそういったのにお金を払うっていう、まあ、文化だとか、まあ、土壌が基本的にないですよね。でやっぱりそこに対して、やっぱりコンサルティングなりフィーをもらいながらこう事業をやっていくっていうのはやっぱり基本的に難しいと。でもそれはもう会社作ってこういう事業やろうと思った時からもそう思ってたんですけれども、でじゃあっていうことで、まあ、我々今基本的にターゲットにしているのは、まあ、その農家さんということじゃなくて、例えばその産地にある青果市場さんだとか、あるいは地域で結構核になっているのは農業法人ですよね。農家さんというよりも企業として農業をやっているような人たち、あと自治体とか商工会所さんだとか、
で、そういったところと、まあ、一緒になってですね、地域の農業の活性化っていうことで、まあ、商品開発していったりだとか、地域の、まあ、やる気のある生産者を取りまとめていって、で、販売につなげていったりだとか、まあ、それが結局地域の農業の活性化につながっていくと思うんですよね、そういった取り組みが。我々の会社としてまあ目指しているところとしては、まあやっぱり農業の産業化っていうのがあってですね、で、まあ農業の産業化っていうのは、要は農業をやっぱり立派な職業、まあ魅力ある産業にしたいなということなんですけれども、まあ僕は思うには、そのやっぱり自分で作って自分で売る農業を実践していくっていうことが、すなわちそういう農業の産業化につながるんじゃないのかなというふうに思ってるんですよね。で、そのまあ、別に必ずしもその大規模化してやっていきましょうとかそういうことじゃなくて、まあ、別に個人でも家族経営でも、まあ、きちんと自分で作って自分で販売してと、で、中小企業みたいなイメージで農業法人だとか、グループ作って売っていくにしても、やっぱり、生産の仕方、販売方法とか工夫してやっていくと、で、これからその企業が参入して大規模な農業っていうのもどんどん促進されていくとは思うんですけれども、やっぱそういう農業はそういう農業に合った流通の仕方だとか、対象とするマーケットってあると思いますので、まあそれをきちんと構造整理してですね、で、やっぱり日本の農産物流通っていうのを変わっていけばですね、その先に農業の産業化っていうのはあると思いますので、まあ我々としてはそういう農業の産業化を目指して、そのお手伝いをとにかくしていくと。で、そのために企画だとかコンサルティングっていうテーマでお手伝いしていくというのがやっぱり基本的なスタンスですね。で、まあそれぞれの事業に、まあ大体これぐらいの目標売上を達成したいよなっていうのはあるんですけれども、あとはまあそれプラスですね、やっぱり新規の事業っていうのをどんどん取り組んでいきたいなと。で、今後やっぱり取り組んでいきたい事業として、やっぱり九州で事業展開するっていうことであれば、一つのやっぱりアジアを向いたですね、貿易、農産物の貿易っていう事業、まあ、輸入も輸出もどっちもあるとは思うんですけれども、をしていきたいなっていうのが一つ。それと、あともう一つはやっぱり生産の事業ですよね。で、我々が持ってる販路、まあ、卸売なり、そういう店舗だとか、直接販売する販路なりに、まあ、流す商材として、やっぱり自分たち自身でも生産をしてですね、でそれをまあ供給していくということをまあやっていきたいなというふうに思っています。ですので、やっぱり農業産業化という一つの理念のもとにですね、まあそういうに類するような事業をどん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 この事業フォーマットの中にですね、入れていきたいなと、まあ、それはまあ今後の目標というか、ビジョンですかね。